はい、皆さんこんにちは。今日はありますといますを勉強しましょうね。あります、皆さんも知ってますね。日本語は動詞 verbo es la termi al fin de oración、 so、最後に書きますね。ありますあります、スヘトマーカーはがです。でここに何かアルゴ、アルゴがあります。花があります。それで花があります。ここに花があります。ここ、ここは赤ですね。で、パルティクラ S2 だから、パトロン S、 ここ S ウビカシオンをルガールにアルゴ、赤い花、フロレス、フロロホ、パルティクラがあります。ここはルガールですね。ルガール、ここに花があります。もう一つね、じゃあここに、これは何ですか、覚えてますか。これは鍵ですね。鍵、アルゴがあります。ここはルガールです。ここはコサ。Sí, lugar un poquito lejos. あそこにアルゴがあります。ここはpueden cambiar y por supuesto esto pueden cambiar y hay algo en la lugar. これがありますです。あります、 forma de diccionario es あるですね。ある、 pero cuando queremosHablar sobre animales o a personas. Tenemos que usar otro verbo. Imas. Pero a patrón de oración es igual.Lugar ni animal ga imas. Lugar. これは何ですか？犬ですね。犬。ここに犬がいます。フォルマディクショナリオ S いる。そしてここに私がいます。
パトロンでオラシオン、ルガールにアルゴがあります。パラコサス。ルガールにアニマレス、オーペルソーナスがいます。今日はありますといますを勉強しました。パルティクラはに。パラルガールでエクシステンシア。イガパラスヘート。あります、ヴェルボ。あります、パラコーサース。います、パラアニマレスイペルソーナス。に、ルガールに、アニマールがいます。それではさようなら。